不思議な幻想郷フォーサイト。やれやれ、ようやくここまで来られたわね。長い道のりだったけど、あと少しでこの異変を終わらせることができる。異変を解決すれば幻想郷も平和になるし、私もゆっくりと縁側でお茶を飲みながら過ごすことができるようになるわ。よし、そろそろ行きましょうか。これが最後の戦いよ。よくぞ来た。いや、よくぞ来られたものだ、人間。異変の首謀者のお出ましね。あんたのおかげで幻想郷が大変なことになっているわ。どういうつもり？ここまで来られたということは、力は従前というわけか。だがテストは私の手で行わなければならん。さて、お前も不合格かな？それとも。まともに会話をするつもりはないみたいね。あんたが何をしようと、その企みはすぐに瓦解する。白霊の巫女、この白霊霊夢がいる限りね。無駄だ。そこだ。ロックマン。信じられない、この私が。悪くはない、だがこれでは合格点はやれんな。幻想郷の守り手として力及ばぬは忸怩たる思いだろうが、それは私も同じこと。やる。でも異変解決は私の仕事よ。あんたを倒して幻想郷を元に戻す。スペルカード。ほう、ならばこちらに。私の研究の一端を見せるとしよう。レイフ、来い。無双封印。これは。さらばだ、白霊の巫女。お前がこの地を再び踏むことはない。
昨日は飲みすぎたわね。完全に二日酔いだわ。よーレム。誰ってなんだ、寝てたのか。なんだマリサか、人の家に勝手に入ってくるなり想像しい挨拶ね。いやいや、お前が境内にいないのが悪いんだろ。そもそも隠れ神社の巫女が昼まで寝てるのは感心しないって話だぜ。たまにはいいでしょ。おいおい、しっかりしてくれよ。その様子だと境内のこともまだ知らないみたいだな。あら、もしかして参拝客がたくさんお賽銭を入れてくれたとか。ま、自分の目で確かめてみろよ。寝起きのせいか、頭がしゃっきりしない。さて、気を取り直して境内の見回りでもしますか。これ、なんでこんなところに丸太が置いてあるのよ。これじゃ参拝客が来られないじゃないの。いや、こんな場所に来る人間なんてもともといないだろ。なんか言った？ふぅ、ひゅっ、ふぅ。あ？なんか手紙みたいなのが置いてあるぜ。光の三陽星、裏庭にて待つだってよ。いたずら妖精の仕業ってわけね。いい度胸してるわ。妖精ごときがこの白霊の巫女に喧嘩を売ろうだなんてね。行くわよマリサ。この障害物を撤去させて境内の掃除もさせてやるんだから。いや、境内の掃除はお前の仕事だろ。私に喧嘩を売りたい妖精はどこかしら。なんかあいつらの住処が増築されてないか。しかもまた手紙が置いてあるぜ。悔しかったら捕まえてみろだってよ。神社の裏手を好き勝手しようって。どこへ行こうかしら。それじゃ行きましょうか。うわ、なんで中がこんなに広いわけ。どうやらダンジョン化しているみたいだな。あいつらが考えそうなことだぜ。私に無断でこんなものを作りよってからに。待ってなさい、いたずら妖精。
私の神社で好き勝手したこと後悔させてやるんだから。輝ける月の光、ルナチャイルド。よく来たわね、レイムさん。今こそ私たち妖精の真の力を見せつける時。このダンジョンには数々のトラップが仕掛けられているわ。あなたたちに突破することができるかしら。中でもここにある穴だらけの床は私の自信作。斜めに移動しないと先に進めないことに気づけず立ち往生するに違いないわ。語るに落ちてる。星の光、スターサファイア。よく来たわね、レイムさん。今こそ私たち妖精の真の力を見せつける時。ずっとダンジョンを歩いていたからお腹が空いたんじゃない？時間が経てば体力は回復するけど、逆にお腹はペコペコになっちゃうのよ。おにぎりでお腹を満たせることを知らないレイムさんはここで餓死してしまうに違いないわ。いただきます。
一つ強くなったわ。よし、レベルが上がったな。それはお前が強くなった証だ。その手応えをよく覚えておくんだぜ。ボケてるのかよ。武器や防具は装備しないと意味ないんだぜ。それくらい分かってるわよ。離れたところに敵がいるな。距離を取った戦闘なら弾幕の出番だ。こっちから先制攻撃してやろうぜ。また一つ強くなったわ。
さっきから偉そうに説明ばっかしてるけどさ、あんたは手伝ってくれないわけ？ん？そうだな。じゃあここからは私も参戦するぜ。私たちも罠を仕込んだわ。これでレイムさんもマリサさんも一網打尽よ。本当に作動するのかな。ギャいや、この辺りに罠を置くのはやめておこう。罠か。
ておくよ。ありがとうな。相手になってやるぜ。くらいなさい。あの妖精たち、いたずらの動機が遊びだからたちが悪いわ。肩慣らしにはちょうどよかったんじゃないか。ただの骨折り損よ。でも確かに不思議な手応えがあった。なんというか、頭の霞が少し晴れたような。頭の霞？そもどうして頭が霞がかっているの？その様子だと
まだ陰陽玉の後継者としての力が不足しているようですね。あれ、私は勾玉作りの神、玉作りミスマル。白霊神社に代々伝わる陰陽玉の製作者です。私としては陰陽玉の継承者がそれにふさわしい実力を身につけてくれないと困るのですが。ちょっと勝手なこと言わないでよね。あんたなんかにとやかく言われる筋合いはないわ。レイムの冒険は始まったばかりだからな。まだ本調子じゃないんだろうさ。霧雨マリサ君もこう言っていることだし、少し協力させてもらいましょうか。何？あ、陰陽玉が。白霊レイム、あなたはこの陰陽玉を介して経験を強さに変えることができる。出会い、経験、そのつながりを象徴として力を蓄える術を授けます。温かい、体に馴染んでいくみたい。まずはこの力、使いこなしてみせなさい。今授けた力は陰陽玉のいわば陰。陰陽玉にはそれと対となる陽の力も宿っています。私はここであなたにその力を授ける時を待ちましょう。なんだかよくわからんが、早い話が霊夢をサポートしてくれるってことだろ。他にも霊夢をサポートしてくれるやつはいると思うから当てにしてこうぜ。そうね、まあ勝手に神社に入ってくるのは困りものだけど、参拝客の邪魔にならないなら我慢してあげるわ。ともあれ、妖精たちに邪魔な丸太は撤去させたし、白霊神社完全復活ね。いや、完全復活は嘘だろ。神社の施設にところどころボロが出てるぞ。うっさいわね、バレなきゃいいのよ。はあ、お前が気にしないならいいけどさ。さすがに人里へ続く参道にはいたずらされてないわよね。心配なら見に行ってみるか。そうね、見回りも兼ねて人里まで行ってみましょうか。なら私も付き合うぜ。道中には妖精や妖怪なんかがいるだろうし、準備はしっかりとな。
話は聞かせてもらったよ。こんなおんぼろ神社じゃ参拝客も来やしない。かんこどりが鳴くってもんさ。そう思うならどこかへ行ってくれない？境内に酔っ払いがいる方がよっぽど困るっての。さんはただの酔っ払いじゃないぜ。そう言うなれば、ねえ、鬼の酔っ払いさ。何なのこいつ。退治してほしいってんなら今すぐしてあげるけど。ママ慌てなさんな。この神社って見るからにボロボロじゃん。だから修繕が必要そうな場所を改築してやろうと思ってるんだ。そうすりゃ参拝客も集まるだろう。無料でやってくれるわけ？さすがにただってわけにはいかないな。でも他ならぬ霊夢のためだ。ちょっとばかりの飲み代をくれればそれでいいよ。ま、考えておくわ。どれから取り掛かろうかな。かしら。私が背中を守ればいいんだな。それじゃ行きましょうか。私とお前なら何だってできそうだな。
罠か。あっちゃー、罠か。
こっちよ。よけろ。こんなところに。おや、誰かと思えば降臨堂店主の森近凛之助さんじゃないですか。なんだいその説明口調は。相変わらず降臨はノリが悪いな。こんにちは凛之助さん。なんだかたくさんの荷物を持っているみたいだけど、それは？なあ、これかい。実は降臨堂支店計画というのを考えていてね。そのための荷物さ。僕のコレクションをより多くの人に届けると同時に新たな品物を収集するのが目的なんだ。ああ、またガラクタ増やすのか。もちろん君たちも利用してくれて構わないが、付けは勘弁してくれよ。言ってんだ、ちゃんと払うぜ。多分。さて、それじゃあ僕は行くとするよ。君たちも道中には気をつけてくれたまえよ。
するで。させない。罠か。あぶなかったな。私にかかればこの程度、当然よね。はあ、ようやく一息つけるぜ。来てみたけど、やっぱり結構な距離があるわね。あ、そうだ、レム、お前地図持ってるよな。ちょっと貸してみろよ。ん、まあいいけど。これをこうして、地図に便利機能を追加してやったぜ。これで行ったことのある場所であれば一瞬で移動できるようになったはずだ。え、そんな魔法みたいな。いや、よく考えたら魔法使いだったわね。って、そうじゃなくて。そんな都合のいい力、いつ得得したのよ。さーてね、手品師は種を明かさないもんだぜ。魔法じゃないんかい。
思議なゲイサー教フォーサイト。